谷繁監督、去年と同じ開幕ですからね。さあタイガースとぶつかります、はい、いかがでしょうか。そうですね、昨年3連敗そうですね、松田龍馬が2勝しちゃいましたからねはい、そうです。なんとかね、昨年の借りを返したいと思います。で、金本監督の焦る顔を見たいですね。来ましたよ、チク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 と来ましたね。何気なくチクチク来ますからね、谷繁監督は。そうですね、いろんなところに、監督、ピッチャーはどうなるんですか、ね、ピッチャーは、はい、本人には2月1日に伝えてあります、うん、はい、多分、あの方でよろしいんですか、言わないんですか。言いません。言わないの、一人ぐらい言わない人がいてもいいでしょ。出身大学だけでも言っていただけるんですか例えば仏教大学とか仏教大学とかね、いろいろ大学あると思いますけどね。想像に、はい、はい、ついていきましたね、はい、ましたね、はい、なるほど、怒られない。さあ、金本監督、はい、いかがですか、ドラゴンズ戦です。まあ、うちはもうね、戦時は発表してるんでね、はい、まあ、おそらくドラゴンズはオンでしょうけどね1年間ね、考えて占っていく上でやっぱ王のクラスの本当にエース級を打たないとね、そうですね、どうしようもないんでね、うん、王のを打ってね、はい、はい、イライラしてる顔見たいですね、はい、思いっきり金本監督がかぶしてきましたけども、ね、ここで何か谷繁監督発言ございますか。いや、ないですよスルーです、スルー軽くスルーしときますね。わかりました。さあ、そして東京ドームではジャイアンツとヤクルトが激突します。まずは高橋監督、ヤクルト戦、まあ、去年のチャンピオンチームとの対戦になりますが、高橋監督お願いします。はい、まあ、去年のチャンピオンチームとの、3連戦になりますけども、まあ、チームとしてもね、いいスタート切りたいですし、私自身も監督としてもね、新たなスタートなので、いいスタートが切れればと思います。どうでしょうか、結構ワクワクするもんですか、結構寝られなくなるとか、そんなどうですかね、今のところまだあんまりないんですけどね、はい、まだ監督は最初の時どうなんですか。寝れますよ、全然そこは寝れますよ、寝れますよ、そこは寝れますよ。さあ、向井口、まだ監督、そうですね、本当に、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、なんでそこで止めたんですか。開幕投手はどうですか、菅野です。菅野、はい、菅野、はい、この話が出てるのが田中監督にとってもしやすいと思いました。はい、お願いします。はい、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 本当にね、基本的ですからね、はい、開幕からいいスタート切れるように、やっていきたいと思います、はい、本当にルックスもスタイルも高橋監督に勝てませんので2試合では負けないようにやりたいと思います。いや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 、トークで完全に今日は高橋監督と言わずにトークでかなり存在感出してるんですけどね、まあ、大島さんがいじりますからね、僕もね。いや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 、あと、ね、ヤクルトの開幕投手の方はじゃあ小川です。小川大輝、まあね、以前このステージで、はい、やっぱり谷繁監督だけが言わないで温めていて、そして原さんとかいろんな先輩方が言った中で、はい、ついつい言わざるを得ない雰囲気になったんですが、谷繁監督、今日は、あ、そうですね、はい、今日はないですね、ないですね、今日はないです、ました、はい、いや、でもこれは、どうする、まっちゃん、これ、もう谷繁さん、2人で囲んで聞く、本当のミーティングになりますからね、ちょっと誰か先輩連れてきてください、はい、先輩、誰かいないのかな。そうですね、だいぶ上、星が上だったよ、八木選手。